おはようございます。どうも、ショータイムゴルフです。バンカー並んでんじゃないですか。あれの右行くとダメです。 OB っていうか、ワンペナっていうか、打てないです、ネットがあって。お、いいとこ飛んだ。あ、多分グリーン乗ったか近く行ったかって感じです。ナイスです。いいっす。あ、わあ、右まだ気になった。あ、ここフェアウェイだな。幻のキックが。気になったんだけど、あるな。またフェアウェイだな。ないはないな。球もあるな。何番？五。刻むんかい。ジャックしてる。これやばくない？大丈夫か？飛ばなきゃ平気。ああ、大丈夫。ああ、平気。池の手前だね、多分。これもうこれを入れに入れるぐらいの気持ちでもいかないと。予選落ちですね。もう落ちてるんじゃないですか。まだ大丈夫。まだ大丈夫ですか。まだ諦めない。120。120。はい。B で。入れ。弱い。わあ、ちょっと前。あ、でもいいライン。ちょっと。うん。ありがとうございます。ロゴくん、ネットによる救済、ちょっと不正を防ぐ、防止するためにちゃんと証拠映像。これどうやってやんの？これ打てるんじゃない？打てねえだろ、どう見たって。ふざけんな、マジ。え、ネットじゃん。打てるんじゃない？打てないでしょうよ。てか、黄色くいいじゃん、これ。ギリギリセーフなのよ、あそこだから。いや、セーフなんだって。ショートさん、これ入ってますよね。こいつネベアよ。ネベアよ。あ、生きてるわ。あ、一本内側にあるの。生きてる。入ってる。だから、動かせない障害物。どうやって動かすんだ。ここでいい？分かんないとこです。この辺？この辺？この辺。ちゃんとしてるか？俺そこまでせこくない。持ってるよ。あ、カルドニアンドね。カルドニアンドロップはマジであれは。ちょっと近づいてないですか？近づいてます。そう。カルドニアのドロップやってますからね。カルドニアのドロップやった。オーライ。ドロップマジでやった。やったって言い方。何で打つのこれ。まあ、ピンまでは70ヤードぐらい。サンド。4パ。サンドで低くやしても止まっちゃう。戻ってきて、その傾斜でカムバック、カムバック。止まった。最低。ショートさん、ティーショットグリーン横まで飛びますね。ただグリーンがかなりこんな感じで傾斜してて、下った先にピン。キャリーでピンの根元まで行った方がいいよ。さっきのスピンショットですか。薄い芝から、ね、この薄い冬芝からラフタけど、いい感じ。ナイス。うまっ。これも最高ですね。距離ぴったり。一応バーディー。一応じゃねえ、普通にバーディー。おお。よかったね、当たって。ラッキーメン。オッケー。オッケー。オッケーかこれ。オッケーっすね。バーディー欲しいな。80回になっちゃうよ、このままじゃ。
早くしてくれます竹内プロ。どっちに切るか分かんない。ショースさん、何マジ遅いっすこの人。いやちょっと待って、一つ言わして。今ね、お前の LINE 読む時間3分の1ぐらいしか読んでないからね。あれお前がそういうこと言うからなんかすごい読んでるみたいな感じだけどさ、こっからが長いんで、てるきくんはね、ショースさん。すぐ疲れた。フックだ、フックだ。ナイスパ、フックした、フックした。ちょっとね、ほんとちょっと、ほぼまっすぐ、まっすぐって言えば左のギリギリ 端に引っかかるかなぐらい。フックなのこれ。ナイスバーディー。やっぱショートさんのとこでもフックするんだね。よいしょ、もう皆さんお疲れですね。もうこのコースにやられてますね、ショートさん。誰ですか、お首で注意しようって言ったの。俺マジで。楽しいじゃん。いや楽しいけどさ、 YouTube 的に面白いよな。え、面白いよ YouTube 的に、撮れ高的に。撮れ高気にするね。じゃあギャラ弾んでください、僕らのギャラ。ギャラ、それはもうちょっとみんながね、見てくれたのね。皆さんもうちょっとあと5000人ぐらい増えないと多分ギャラ上がんないんですよ、僕らの。俺1回1000円だからね。マジ、ほんと1回1000円ってどういうこと。いいじゃん、インスタグラムのフォロワー増えてさ、嬉しいじゃん。いや嬉しいよ。でしょ、それは嬉しい。皆さんありがとうございます。ね、それは嬉しいよ。ちゃんと俺インスタ、ショーさんと違ってね、ちゃんとやってるもん。どういうこと。え、俺もちゃんとやってるよ。ショーさん適当じゃん。めっちゃ打ち下ろしの3段グリーンのショート5番で、3段グリーン半端じゃない、一番奥5番ね、206打ち下ろし。いやダメだよこれ、池だよ。飛んでんだ、大丈夫。飛んでれば平気。この辺どこ行った、奥の斜面から落ちてきて、うん、まあグリーン奥エッジぐらいの距離。あった、これだ。危な、マジで体が動かない。5番や、5番。多分翔太さんの5でかかったと思う。でかかった。これやばいんじゃない？あ、やばい。いけだ。めっちゃ流されたな。五番です。お、めっちゃいい。止まれ。おー、クエッチか。お、いいじゃん。ナイス。何回池入れたかわからんね。確かに悪いショットじゃないんだけどね、やっぱ風読めてないと微妙に行っちゃいけない方行ったりしよう。確かに。あー、ショットさん今いくつですか。今ありますね。え、ショットさん今いくつですか。5。やばい、3打差。このままでは1000円になってしまう。ずっと1000円だよ。むずいな。1000円になっちゃうよ。1000円きついな。ドロップ、その辺。さあ、この人のルーティーンをノーカットでお届けします。うまっ、めっちゃスピンかかってたけどね。よいしょ、ソフトに打っちゃった。うまかったよ。ありがとうございます。翔太さん、1打目はやっぱり左奥、まあ、傾斜で結構戻ってきましたよね。
こんな感じで、まあグリーンはそんな下ってないんで多分そんなに難しくないと思います。難しいっすよ。左下がりですよね。ヒルって結構人のさ簡単メニューよ。こっちから見てると簡単に見えるの。いや強い、止まれ。あワンクッション失敗。やっぱ難しかったみたいですね。いやそんなに下ってないからそんなあれかなと思ったけど、ソフトに打ってくるかなと思ったけど、ワンクッション狙ってたみたいですね。全体はね、超えたらフック超えたらバーディートライ。来たか。切れろ。おっしゃー。あ、超えてからもスライスだった。いや、フックに見え、だからもう今日ね、おかしいんだよもう。傾斜が分かってないんだよもう。錯覚してんの。いや入っとけよ今の。ショスさん、パーパット。おお来た。どうしたんですか。入れたかったの。あれ登りじゃなかった。下りでしょ。どう見ても俺のスライスなんだから。今の面白かった。またなのかよもう。やば。うまっ。ナイスボギー。ナイスボギー。危ねえ。ナイスボギー。なんでそれ。ナイスイン。ナイスボギー。ボギーだ。俺めっちゃパーだと思ってた。めっちゃパーだと思って。池入ったの。もう池とかもう分かんないよ。やってた。あ、押した。スライス？いや、開いちゃった今。もう一回やっていい？オッケーでしょ？いや、もう後ろ来てるから。よいしょ。いいね。いいね。うまい。よし。右にスライドしてる。ここですね。わからない。とりあえず吹き流し。右跳ねたけど、ああ大丈夫ですね。フェアウェイ大丈夫、うん、じゃあ最後バーディ取ります。はい。140ぐらい。 140? アゲンスト、あれが126.8でいきます。はい。入れますね。入れますか。8万円で入れます。これだと池に入っちゃうよ。おっと？あったあった。あった？セーフ。止まって。ねえ止まって。まだ動いてる。あ止まった止まった。危ないですね。出るとこまで。まあ今日はもうオークビレッジこのね難コースでみんなして今年の悪いものを全部吐き出したと。来年頑張りましょうと。ジョスさんここボギーだったら80回でしょ。いや違うじゃん。違うの。だダボ打てちゃう。ダボ。いけいけ。50で。いけ。
はい、50度いけだ、いけ。あ、本当にやばいかも。やばい、やばい。あー、止まった。平らなとこだった。フロアはシャンクみたいな感じで。もう心も懐かしいね。身も心もね、もうここで52。はい、52。112ヤード。右。奥消えてきました。トップ？ハーフトップ。ハーフトップ。デオさん見てんだよこの動画。意外に何か知んねえけど、お前下手やなゴルフって言われたこの前。下手ですよっつって。教えてくださいしたら、お前なんやあの打ち方は。なんであんな外から入れとるんや。だから先っぽで、先っぽでシャンク、ここ引っ掛けて止めるしかない。難しいよこれ。よし、止まって、止まって。はいはい、入っときゃいいのにさ。あいつら分かんなかったのにな。3000円の夢が。トップ、トップあるよまだね。え翔さん、ちょっとつついて、つついて奥落ちて、フォーパッドつついてください。パターでやろうかな。いやいや、それはダメです。はい、早く60ね。もうナイス。はい、竹内プロそのままどうぞ。竹内プロ今日90切ってんの。ほいっと、ほっしー。最後の最後まであの顔。店もあった今日。最後の最後までかわいそう。これだよ、入ってくれてもいいじゃんね。ナイス、オッケーです。いや、ダメでしょ。ちゃんと打って最後。ウィニングパット。たまにはこういう、こういうね。なんか言ってる。勉強になるラウンドも必要ってことですよ。はい、ナイスです。終わりよければ全てよし。よくねえだろ、終わり。終わりよくねえだろ。ナイスパーだよ、ナイスパー。何当たってるな、このボール。そうだよ、山の向こう側から帰ってきたんだ。結構シビアなスライスラインなんだからさ。今回も仙台とか82回になっちゃった。82回だよな、合ってるよな。84じゃない。ナイスパー、ナイスパー。ありがとうございました。デッ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 。ショータイムボールくると80回打つもん。ショータイムボールじゃない時パワープレーとかばっかりなのに。本当ですか。本当だよ、この前のだってコンペだってテレック2だよ。いつの何の話。まあね、まあ、今日は僕は何も言えません。はい、はい、お疲れした。そうした。お疲れした。めちゃくちゃ寒い中ね、オークビレッジで。寒いっすね。ねえ、やっぱオークビレッジ何回来ても難しいっす。無理だね。いやもうちょっと来年の夏に。そうだね。ちょっと再チャレンジしましょう僕ら。しましょう。オンシーズンで一番調子がいい時に、うん、どのくらい行くのか。そうだね。ここで多分アンダーパーとか出れば余裕でしょ。うん。ね、ここでね、もう一回チャレンジさせてもらって。お願いします。お願いします。僕は腰高いんで基本。もっと練習してこいって方は高評価を。来年も頑張れって方はチャンネル登録をお願いします。お願いします。
よろしくお願いします。